はい、2024年3月3日日曜日午後12時頃です。はい、こんにちは。いや、久しぶりに私ダラダラ喋りながらご飯食べようと思います。はい、動画的にはすごいジャンプアップするんじゃないですかね。10日ぐらい喋りながら動画撮ってたやつなかったからね。ちょっと今宮崎市内のアパートに帰ってるんでね、あの猫ちゃんとかがいる家にいないんですよね。で、雨続きでベランダでご飯食べることもできなかったし、てか飲食店ばっか行ってたんでね、単純に。これ2日前にイオン、宮崎で買ってきた半額になってたサラダですね。これをちょっと食べていきたいと思います。はい。うん、おいしい。じゃあ、ずっと喋ってなかったんでね、ここ最近の経済の状況をね、ちょっとだけ喋ります。はい。はい。明日月曜日、多分日経平均株価4万超えます。はい。先物が4万190円とかつけてたんでね。まあ、この後、日曜日特に何事も起きなければね、多分4万超えます。4万超えた後どうなるかですけど、そこはちょっとわかんないですけど、前、ほぼ確実じゃないですかね、4万超えるの。多分ですよ。バブル最高値を超えたのが先々週です。バブル最高値1989年だったかな、38,915円を日経平均株価がねつけて、そこからもう皆さん知るようにどんどん下がっていってね、まあ IT バブルが弾けたり、2000年頃ですね、2008年にはリーマンショックがありましたね。このリーマンショックが一番大きかった。日経平均株価4桁まで下がりましたからね。あの、民主党がちょうど政権取ってる頃ぐらいですね。まあ、リーマンショック自体は麻生さん、自民党のね、麻生さんが総理大臣になった時に確か起きたと思います。2008なんで。で、2008年、年末ぐらいにね、政権交代するんですよ、民主党に。年末だったかな、マジだけど、2009年の頭だったかな。まあ、細かくは分かんないですけど、それぐらい。で、民主党が政権やってる時ね、まあ、リーマンショック立ち直るの、アメリカもかなり時間かかりましたからね。日本ももちろん時間かかったんですよ、何年、4、4年ぐらい。ちょうど民主党の時だったね、本当に。で、2011年3月3日には、ね、3月3日じゃねえや。2011年の3月11日ですね。東日本大震災が起きて、その時も一旦日本の株価ぐっと下がりましたね。この時も4桁だったんじゃないですかね、株価。ずっと。で、翌年。2012年の年末ね、政権がまた自民党に戻って、安倍さんが総理大臣になって、あれをやります。金融緩和とかね。まあ、皆さん知ってるように、アベノミクスってやつです。2012年12月ぐらいに政権を交代したいと思うんで、まあ、戻ったってことですよ、自民党に。だから実質的には2013年ぐらいは、2013年は株価が爆上げしてますね。そう、アベノミクス相場は、あれ多分うまくいってるんですよね。ただそのアベノミクスの相場の中にも、2015か2016か、どっちかだったな。チャイナショックっていうのが起きて、一旦株価下げてるんですよ。で、皆さんも、直近、ご存知の、2020年4月だったかな。緊急事態宣言が出て、コロナショックが起きて、
あの時も一旦株価1万6000何ぼまで日経平均株価下がってます。はい。先が見えなかったんですよ。だからコロナがどうなるか。で、みんな不安になって株を売るっていう。経済活動停滞してましたからね、あの時ね。ご存知の通り皆さん記憶にあるんじゃないですかね。で、もちろん、そんな中、株価下がっていて経済活動停滞してるんでね、いろいろ経済対策を打って、また、2021年とかにかけてまた株価戻してきてるんですよね。アメリカが先に、緩和しまくったんでね、金融緩和。アメリカに引っ張られる形で2021年は日本の株価ね、確かに2回か3回か3万円台つけてるんですよ。でもまあ大体2万円台で推移してました、2021年。ただ、2022年にね、あることが起きます。はい。はい、ロシアのウクライナ侵攻です。あれでまた株価が1回下がったんですよ。ウクライナショック。こうやってね、いろいろ来るんで、正確には読めないんですよね。ウクライナショックでもね、みんなが、まさかこんな長引くとは思ってなかったんじゃないですかね、戦争が。いまだに終わってないですからね。あれのおかげで、物価が、ね、経済がまた滞ったりして、物価上がったりして、結構苦しい状態だったんですけど、日本の企業は、まあニュース見てるとわかるんですけど、過去最高益、利益更新とか、そういう過去最高っていうのが結構並んでると思うんですよね。去年、おととしあたりから。よく目にします。だから、今の株高はね、1989年につけたバブルの時の株高とはわけが違っていて、ちゃんと企業のね、業績に裏打ちされた株価なんで、すぐにぶっ壊れる、暴落するなんてことは基本的には起きません。世界規模でなんか起きたらあれですけど、業績は悪くないです、日本の企業。で、今年の春ね、今3月ですけど、春闘の賃上げ、賃金の上昇、去年より賃上げがうまく、上に行くようでしたら、まだまだ全然株価上を目指せるんじゃないですかね。それを、見極めているような状況はいいですね、賃上げを。果たしてできるのかっていうことで。はい。新 NISA も始まりましたし、興味のある人はやってもいいんじゃないですかね、買ったり。新 NISA は国がやってることですからね、国策ですよ。一つ、こういう格言があるそうです、相場の世界にね。国策に売りなしだそうです。 ちなみに国策、この新 NISA が始まったのは今年の1月からで、1月も2月も株価上がってますね、日経平均株価。3月はどうなるかっていうことですけど、わからないならね、難しいなら投資信託買っとけばいいんですよ。個別株難しいならね。お金がないとできないですけどね、全然なかったら。はい、ということで、美味しいね、この実質200円ぐらいですね、400円ぐらいの半額だったんで。
429円の半額だ。200円ちょっとですね。これだけじゃちょっと足りないんで、なんか食べると思います。またおいしい。美味しいですね。はい、食べ終わりました。お茶いただきます。お茶。ではごちそうさまでした、はい、山に感謝、川に感謝、海に感謝、はい、今日はイオン宮崎さんに感謝します。美味しいご飯をありがとうございました。ではごちそうさまでした。